よしきる、関西大学、新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。我々はですね、日本第一党と申しまして、日本人のためにできた都市の政党です。新生、ありがとうございます。お手を振ってのご声援、ありがとうございます。ありがとう。もう大和のなでしこに振ってもらったら嬉しいわ。ねえ、大和なでしこに手振っていただいたら嬉しいです。皆さんね、わあ、もう素敵な大和なでしこ3人組、イエーイ、ありがとう。ね、素敵な笑顔で、ね、新しいね、門出に今日、ご入学されてね、関西大学入学されておめでとうございます。我々がね、本日ここに来たのはね、はい、はい、どうも、ありがとう。はい、喋らせてください。すいません。我々がね、本日ここに来たのはね、皆さんにね、お伝えしたいことがございまして、というのはね、皆さん、なんだ、留学生、皆さんのね、一緒に、入学したね、留学生も多々おられると思います。皆さんがほとんど、日本人やという中でね、お伝えしたいことがございまして、奨学金、皆さんね、奨学金ね、大学に入るときに奨学金組んで、それで社会に出てね、何百万も毎月返済していかなんであかんでしょう。日本人はそうなんですけど、外人は違うんですよ。中国人、朝鮮人は違うんです。中国人、朝鮮人はね、お金返さんでいいんですよ。そしてね、なんと毎月17万円の小遣い。ここどこの国やと思います？皆さん、日本人のための日本の国ですよ。にもかかわらずね、日本人は何百万も毎月ね、返済していかなんだあかん。何百万ものお金を社会に出てね、初任給からスタートして5年ほどかかるらしいですわ。長い人になったら7年8年かかるそうですよ。皆さん22歳でね、卒業して7年8年言うたら、終わんの30手前ですよ。大学4年で卒業して、この奨学金の返済が、これが日本の国での日本人に対する奨学金の制度です。ねえ、奨学金の制度ですよ。そして中国人や朝鮮人、留学生はね、一銭も返さんでいいんですよ。皆さん、嘘やと思ったら調べてください。パソコンですぐ調べれます。こんなね、おかしいことが当たり前のように起きてる。そして国民にこういったことは一切教えない。なぜなら苦情の電話やらややこしいことが起きるから。これほどまでにね、日本の官僚や行政、ほんで教育者も、そしてマスゴミ、ほんで資本、あらゆるね、日本の国で実権を握ってる連中はね、みんなさったばで横綱引っ張り上げて日本をダメにしようとする近隣諸国、ロシア、中国、韓国、北朝鮮、そして東はアメリカ、こういったね、連中に取り囲まれて、立地上そうなってるでしょ。こんなひどい国ないんですよ。こんな苦しい国ないんです。にもかかわらずね、行政も、マスゴミも、教育者も、もう主要部署に、国を動かすための主要部署、みんなふぬけ状態、札束で横綱引っ張られてると。在日の韓国、朝鮮人やシナ人、いわゆる中国人ですよ。こういう連中にね、意見を言うたらみんなビビるんです。怖かって言えないでしょ。そういうのを不条理をね、彼らはね、日本人が何も言わないから押し通してくるんですよ。それが戦後70年のね、今の一つの一例、この奨学金一つ取ってもそうなんです。皆さんね、年金、お父さんお母さんね、24年とね11ヶ月しか払えへんかった、あと1ヶ月払えへんかったらね、
年金もらえないでしょ。これは日本に今ね、在日の朝鮮人のね、60以上のじいさんばあさん、みんな年金もらってるんですよ。皆さんびっくりするでしょ。1円も払ってないですよ、年金。戦後すぐにね、年金入りなさいって。ほんまは国民年金やから国民じゃないとあかんのに、在日というのは外人なんですよ。外人にもかかわらず日本の政府はね、良心を持って年金に入りなさい、将来あなたたちもらえるからと言ってくれてるにもかかわらず払えへんと。我々は朝鮮戦争が終わったら本国に帰るんやと言ってたのに、要は朝鮮戦争を戦わずして逃げてきたね、言うたら、卑怯者の集まりですから、在日韓国朝鮮人は。ですから本国に帰ったら殺されるんですよ。だからよう帰らない。だから日本にね、差別されてるなのね、強制連行されてるなの、嘘800を言うてね、居残って、ほんで年金1円も払ってないんですよ。1円も払わずして、なんと今もらってますよ。神戸市にいたってはね、5万4000円ぐらいですわ、一人。調べてみてください。こんなことがね、くっさのことあるんです。でも日本の行政、政治家、マスゴミ、ほんで、司法、立法、ほんで、教育者、みんなね、主要部署の人間はへたり込んでもうて、そういうタブーにビビってしまってね、何も言わなかった。戦後70年がここまで来てしまったんです。皆さん、この真実をね、入学した皆さんにね、ぜひ知っていただきたくね、本日来ました。なぜなら1年後に統一地方選挙がございます。4月、ちょうど来年の今です。統一地方選挙の時にね、本当にね、日本のことを憂いで、立ち上がろうとした、まだできて間もない、そういった制度もあるんです。我々は日本第一党と申します。日本が第一だから日本第一党なんです。日本の国で日本人が一番優先されなければいけないと、もう心の底から思っているから、日本第一党という党名なんです。皆さん今待ってる間にね、もしよかったらスマホで、皆さん持ってあるでしょ、スマホで日本第一党ね、検索してみてください。1分2分時間あるでしょ、お家帰ってでも結構ですよ。いっぺん見てみてください。日本人のためのことをね、歌ってる政党です。こんな政党が今までありましたか。自民党素晴らしい、素晴らしいこともやってます。でもね、是々非々なんですよ、政治家というのは。なぜならそこに権力やお金が動くから、是々非々ではダメなんです。拉致被害者帰ってきましたか、竹島帰ってきましたか、朝鮮人に年金、1円も払ってない朝鮮人に年金払ったの自民党ですよ。でもね、その中で安倍さんがやった素晴らしいこともたくさんあるんです。ですから今はね、自民党を応援しない仕方ないんです。それ以上の政党が、保守の政党がないから、これから我々は日本第一党を打ち出していきます。ぜひね、検索してみてください。お願いします。ちょっと言っときおこうか、これね、はい、ちょっと待ってください。結構仕入れるでしょ、みんな。ほんで、ね、締め取ったりするでしょ。あれもうちありますよ、そこらの外線よりも。みんな結構聞いてるでしょ。ほんで、スマホで調べてください言うから、スマホ見出すでしょ。やっぱり駅で待ってるっていうのは大きいですよね。うん、することないから。星が飛んでる。星が応援コメントも結構多いです、ね。あ、そうですか。はい、あ、星って星が飛んでるね。目の中で。目の中で。そう。もうちょっと待とうか。結構間空いてますもんね。いいよ。
もうやめてくださいって言うまでもう一回引っ張ってで聞こえてんのかちゃいますか。いますか。はい。あ、する？あ、する。大丈夫。大丈夫です。はい、皆さん、ご入学おめでとうございます。私は日本第一党の村上と申します。よろしくお願いいたします。お騒がせして申し訳ございません。少しだけね、お時間いただければありがたいと思います。日本第一党の村上と申します。皆さんね。苦労されてね、ご入学されたと思います、ね、お父さんお母さんね、一生懸命お金貯められてご入学されたと思いますが、花巻さんもおっしゃっておられましたが、外国人の方はこれね、奨学金制度っていうものを使ってお金を払わずに大学学べるんですよ。国からこれね、お金出てるんです。家賃補助、こういうもん出てるんです。一方どうですか、日本人の大学生、苦学生の人たち、ね、奨学金払うん、へいへい言いながら将来ね、社会人になって払って、外国人の人、留学生の人、お金負担ゼロです。これね、日本人に対するこれね、差別的な、まあ、対応になるんじゃないですか。ね、私がね、卒業したね、近畿大学。これもね、たくさんの留学生いてました。特にね、中国からたくさんの留学生来てました。ね。どうもおかしいんですよ。日本の大学ってたくさんありますよね。これからどんどん少子高齢化、ね、お子さんの数が少なくなって、大学の数もどんどん淘汰されるでしょう。大学の経営というものは立ち行かなくなりますよね。そのためにこれね、留学生をどんどん入れましょうよ、こういうふうな政策なんじゃないんですか。ますます日本人がこう大学に入れないような、そして日本人からはちゃんとお金を取りますよ。そして国からはね、留学生分授業料を取りますよ。こういうような大学の制度じゃないんですか。これおかしいと思いませんか、皆さん。日本人のお父さんお母さんがきっちり授業料を払って自分たちも負担して授業を見ている、聞いている。一方どうですか、多くの外国人の方、特に滋賀中京、中国人の方がたくさん日本にやってこられて、ほぼ無料で大学行けてる、大学院も行ける。そしてこの日本において就職活動して就職してる。そしてこともあろうか、自分たちの故郷の人を日本に呼んで、ほぼ安い金額で病院、医療、こういうものに関与して病気を治してもらってる。これが現状なんですよ。一人の中国人の留学生がたくさんの自分たちの親族を呼び寄せて、自分は保険に入っているからとか言って、安い金額で自分たちの親族の体を治しよう、中国では治してもらえないから、こういうような人がたくさん日本にやってきているんです。そういう事実を皆さん知ってもらいたい。日本第一党はこういうことを考えて、日本民族、日本人の生活を第一に考えておる党でございます。特にね、この大学に関しては
立命館大学ありますよね。立命館大学の教授の方がとんでもない歴史的なことを言っておりました。これ何と言ったか、ね、朝鮮戦争で韓国軍が虐殺したのは、あれは日本軍からの教育を受けてああいう虐殺をしたんだ。これ立命館大学の教授ですよ。これ在日朝鮮人です、この人。私はね、大学でこういうことを学ぶ恐ろしいことやな思いますよ。間違った歴史観を日本人に植え付けさせようとするこの立命館大学の教授、恐ろしいな思いますよ。皆さんは大学でしっかりね学んでもらいたいんですよ。寛大には多分ね、こういうようなとんでもないデタラメの歴史を言うような教授はいないと思いますが、よその大学にはとんでもない歴史観を植え付けはる人がいるんです。こういう人の授業というものを取る必要は私はないと思います。いくらね単位が欲しいからといってもね、デタラメな歴史観を植え付けて日本人をざまくらかすような教授には絶対ね学んでほしくないんですよ。皆さんはまだねなかなかこの社会というものを経験されておられないから、まあ、真っ白な状態ですから、どういう人のことを学んだらいいのかなわからないかもしれませんが、一回でもいいですから、ね、この教授というものはどういうことを教えているのか調べてもらいたいと思います。それからでもきちんとね履修してもらって単位を取って卒業してもらいたい、ね、皆さんは18歳以上ですから選挙権これがございます。皆さん選挙行かれましたか、ね、おそらく1年後には統一地方選始まります。その時にね、どういう党を選んだらいいのか、どういう人を選んだらいいのかということを大学でもねきっちりどういうようなことを教えてくれるのか、これからの日本のことを教えてくれるのか、我々は特にねこの外国人に対する特権というものがありすぎるんじゃないですか。生活保護問題に関しても外国人の不正受給はあったらダメでしょ、こういうことを我々は言っております。日本第一党はこういう公約をたくさん挙げておりますので、皆さんね、スマホをお持ちでしょうから、皆さん一回ね日本第一党という党はどういう党なのかということをね調べてもらいたい、ね、今から大阪の方に帰られると思いますが、電車の中でスマホを見て、ね、検索してもらいたい。日本第一党、日本第一党、ね、よろしくお願いいたします、ね、それではね皆さん気をつけてね帰ってください。よろしくお願いいたします。何分だったんですか。19分。これ10分なの。まあ10分に1本ぐらいやもんね、電車。うんうんうん。そんなもんですね。ちょっともうすぐ揃うわ。できたらね、こっちも聞いてほしかったんですけどね。あっちがもう聞こえるかな。まあ、全然聞こえますよ。こっちはね。はい、向こう、聞こえてるかな。こっちって やろうとしないけど、もう行けないんだけど、まあまあ聞こえてみるでしょ、声で変えただけなんで、聞こえてみるでしょ。よう聞こえてます。全然聞こえます。もうだからそっからこっちかも、その辺まで聞こえてます。あ、そうです、はい、だからこっちは壁ないんで多分全然聞こえてます。行っちゃいますか。
関西大学へ、ね、ご入学された皆さん、おめでとうございます。私はですね、日本第一党の小林と申します。皆さんにですね、これからの日本についていろいろね、考えていただきたい、そういうふうにね、思ってですね、この場所を借りて街頭宣伝を行っております。多くの日本人の皆さん、これからですね、ちょっと待って、ブチブチ見てるわ。皆さんはこれから4年間かけて大学生活送られていて、さまざまな分野のことを勉強されることと思います。しかしですね、そんな中でもですね、少しばかりこのね、日本のことをちょっとね、思っていただきたいんですよ。これからのね、日本を担っていくのは皆さんなんです。いつまでもですね、年いった人間が日本を導いてくれるわけではございません。おそらくですね、本日入学された皆さんは今までご両親ですね、育ててもらってですね、大学に入学した、これからですね、自立してご両親を奉公する、そういうね、節目だと思っております。それはね、この日本においても一緒なんですよ。今までは年配の方がこの日本を引っ張ってきてくれました。しかしですね、これからのね、日本、誰が引っ張っていくのか、皆さんなんですよ。若い皆さんがですね、この日本の政治に関心を持っていただいて、より良いね、日本を作っていくためにはどうするべきなのかということを、ぜひともね、真剣に考えていただきたい。そして、多くの皆さんはですね、もう選挙権をお持ちなわけです。選挙権を受け取ってから、選挙があったかどうかは、それは私には分かりませんけども、そんな中でも多くの皆さんの中に選挙行かれたという方は、まだほんの一握りなんてないでしょうか。ちなみに私はですね、今年で28になります。皆さんとね、10個ほど上ですけども、今までね、私が投票できる選挙に関しては全て投票に行っております。自慢でも何でもありません。当たり前のことをやっているだけなんです。自分の住んでいる地元のこと、あるいは国政のこと、で都道府県の首長を選ぶこと、結局は自分の意思をね、反映させなければ、自分の住んでいる場所、そしてこれからのことは良くなるわけがないんですよ。今非常に若者の数が減っております。その反面、ご高齢の方がね、非常に増えておる。ご高齢のね、方が選挙に行けば、それは高齢者にとって優しい政策になるのは当たり前なんですよ。若者の投票率が低ければ、若者に対する政策がないがしろにされるのは当たり前なんですよ。そんな中でね、結局政治なんて俺らが言ったって変わることはないんだ、そんなことを言っていたって仕方がないんですよ。皆さん一人一人がちょっと意識を変えてね、政治に関心を持っていかないと、ただでさえね、人数の少ない若者の中で高齢者の政策に勝つことなんてできないんですよ。もちろんね、高齢者の政策をそれではなしにしてはいいのかというわけではないですけども、これからの日本を担っていく皆さんが住みよい日本、より良い日本にしていくためには、皆さんが政治に関心を持って関わっていかないといけないんですよ。そんなね、難しいことなんじゃないんです。
ぜひともね、皆さんにはそういった意味でも政治あるいは選挙、ね、そういったものに関心を持っていただきたい。そしてなんでこの場所でね、我々が今日皆さんに宣伝活動を行っているのか、ね、日本第一党と言います、ね、日本のことを一番に考えますよ。じゃあ外国のことはどうでもいいのか言われますけども、皆さん自分のこと大切でしょう、違いますか、ね、自分のこと、それは日本のことなんですよ。日本のことを考えなくして自分たちのことが良くなるわけないじゃないですか。そのためにもですね、どんな政党があって、どんな候補者がいて、どのような政策を打ち立てているのかということをね、おそらくもう多くの皆さんはスマートフォンをお持ちだと思います。テレビではね、はっきり言ってね、放送してくれないんですよ。この日本第一党というのはまだまだね、弱小な政党ではありますし、マスコミが嫌いな政治政党でもあるんですよ。ですから皆さんね、インターネットという手段を使って調べてみてください。今までの政権を担ってきた自民党、このまま続けていっても日本が良くなると思う方はそれを応援すればいいです。しかしながらですね、少なからず皆さんは今の政治に不満を持っておられるんじゃないんですか。その政治に対し不平不満を言うのであれば、選挙に投票必ず行くべきなんです。選挙に向かないのに政治に文句言う資格はありません。そしてこれからの日本を担っていく若者の皆さん、ね、これから今まで育ててきてくれたご両親に孝行することと同じように、日本のために働き、政治を考えていく。もう皆さんね、選挙権を持っておられるんです。もうそういう年齢になったんです。まだまだね、青臭くともね、もう一歩で大人の仲間にするわけですよ。責任も発生してくるんです。自分でやったことは自分で結構吹かないといけないんですよ。そういうねところで、この日本、これからね、皆さんが生きていく中で、これから40年50年生きていく中で、より良い日本にするために、どの政党を選んだらいいのか、どういう政治をしたらいいのかということをね、少しでも考えていただきたいというふうにね、思っております。で、日本第一党の小林からの皆さんへの応援のメッセージでした。ご清聴ありがとうございました。多分聞いてます多分生放送見てる。あ、そうかそうか、はい、並びに大和なでしこ、並びにご親族の
皆様、本日ご入学おめでとうございます。日本男児並びに大和のなでしこの皆さん、ご入学おめでとうございます。戻ってくれてる、ありがとうはい、ですね、本日我々がね、皆さんに訴えかけにわざわざここまで来たっていうのは、皆さん、あかん、未来ある皆さんに、お伝えしたいことが、ね、ございまして、寄せてもらいました。皆さんはね、実は学校で、小学校、中学校、高校でね、ひどい民族の血が流れてるとか、自分の国に誇りも持てない、ね、そういう教育を受けてきたと思いますわ。嘘でたらないのね、日教祖の、反日の、敗国度の連中の皆さんはね、実はね、素晴らしい人間なんですよ。皆さんのね、ひいじいちゃん、ひいひいじいちゃん、それ以前の人らはね、なんと世界地図を変えたんですよ。当時、今から70数年前まで、世界で国と呼ばれるのは43カ国しかなかったんです。そのうち要は43カ国しか独立国がなかったということです。あと他全部植民地です。それで唯一43カ国中42カ国が白人、唯一1カ国有色人種、黄色人種、黒人の中で独立取ったのがこの日本です。そしてアジア、アフリカの、ね、解放のために、皆さんのひいじいちゃん、ひいひいじいちゃん、ひいじひいばあちゃん、ひいひいばあちゃんをね、命をかけて戦ったんです。何も日本だけを守るためじゃないんですよ。アジアを白人の奴隷から解放するために戦ったんです。その時にですね、その証拠に戦後20年経ったら169カ国独立国、あ、ごめんなさい、196カ国独立国ね、150カ国から独立したと、たった20年で。なんでやと思います？皆さんのひいひいじいさん、ひいひいばあさんが戦ったからですよ。だからね、アジアやアフリカ、中東でも外国に行けばね、皆さんは日本のパスポート持っとったらすごい尊敬される。いっぺん行ってみてください。でも皆さんはね、何の努力もなく海外に行ったら尊敬されるんです。でもね、196カ国もあれば、ごろつき国家、妬みの強い国家いうのがおるでしょ。例えば100個の品物を作ったら1個や2個不良品が出るでしょ。そんな不良品みたいなね、国があるんですよ。その国にね、旅行に行きなさい、行きなさい、行きなさいって皆さん教えられてる。マスコミから、学校の日教祖の教師から、どこや言うて言うたら、ハワイ行きなさい、グアム行きなさい、アメリカ行きなさい、カナダ行きなさい、韓国行きなさい、中国行きなさい、オーストラリア行きなさい。この7カ国が今言う国家としてのね、不良品国家です。不良品なんですよ。わかります？妬み、津波、そんなんがこてがっとまったようなね、国です。他の国196カ国あるのに、たったその7カ国行け行け言われて、皆さん行ってる、行ってるんですよ。皆さんのお父さんお母さんも、もっと他にね、196カ国引っ越すの7カ国、189カ国皆親日ですよ。ぜひね、行ってみてください。なぜ親日になったか、皆さんのひいひいじいさん、ひいひいばあさん、ひいひいひいじいさん、ひいひいひいばあさんがね、命をかけてアジアを解放してくれたからですよ。
アフリカを解放してくれたからですよ。そういう歴史は絶対に日教組の学校では今まで皆さん教えてもらってないと思います。でもね、皆さんはもうテレビよりもパソコン、真実を伝えるパソコンに長けてるでしょ。であれば何が正しいかというのは自分で勉強できてるはずです。できるはずです。今の日本は司法、行政、マスコミ、教育、国の根幹となるこの4大主要部署に反日売国奴ばっかりがおるんですよ。学生時代にね、学生運動をやっとった、ああいったね、赤に何反日に染められた、そういう連中がね、その部署にいるんです。でもね、もうそういう連中もどんどん退職していきます。他界していきます。皆さんはこれからの未来の日本をね、背負って立つ金の卵です。皆さんは真実を見れる、テレビじゃなくパソコンで自分で真実のね、歴史や日本というものを学べるんです。自分の意識でね、調べてください。そして真実を知ってください。それを伝えるために我々は来たんです。今皆さんスマホで検索してみてください。日本第一党、我々の党です。日本第一党とね、一度検索してみてください。電車待つ時でもいいじゃないですか。好きなアーティストのチケット買う時でもいい。時間がある時にね、スマホで見れるでしょ。そして我々が歌ってる内容見てみてください。当たり前のことです。この日本にはね、タブーが多すぎるんです。北朝鮮よりも言論が伝えてるんですよ、実は。皆さん、電通から、博報堂から、もうとんでもない国なんです。だからそのタブーをね、皆さんに伝えるために我々は体を張って10年前からこういったタブーと戦っております。そして日本第一党として党を立ち上げました。一遍スマホでね、検索してみてください。1分2分で分かります。当たり前のことを言うてるんです。この名の通り、日本第一、日本の国で日本国民が一番優先されなければいけないと、それを歌ってる政党です。自民党もいい、素晴らしいこともする。でも是々非々なんです。具合悪いこともするんですよ。なぜなら兼ね合い、駆け引きで。でもね、それではダメなんです。それでは今、戦後70数年ね、反日にぶら下げてきたこの日本をね、立て直すことはできません。我々は絶対妥協しない。未来の皆さんとね、皆さんのために体を張って立ち上がった政党です。日本第一党、一度ね、検索してみてください。皆さんには選挙権があります。本当の本当の正しい、皆さんのね、未来の子供らのためのことを考える、皆さんのことを考える政党、それをね、皆さんの意思で、勝手にテレビみたいに耳に入ってくるんじゃなしに、皆さんの意思で調べてください。それが一番頭に入るんです。もう頭の中身がお花畑な、もうそんな日本人になったらダメですね。与えられた情報しか頭に入れへんのはバカなんですよ。正しい情報は自分で調べて、自分の力で得るもんです。日本第一党、一度検索してください。お願いします。ご入学おめでとうございます。喋る？やりますか、また。うん、もいける。あのパターンで電車が切れたら喋ってくれて、途中になると思うけど、
関西大学の皆様、ご入学おめでとうございます。関西大学ご入学おめでとうございます。私は日本第一党の村上と申します。少しの間だけお騒がせしますが、よろしくお願いいたします。皆さんはね、一生懸命勉強されてご入学されたと思います。皆さんがね、高校生時代どのようなね、教育をなされたのか、私はちょっと知りたいなと思います。私が学生の頃ね、日本のね、国旗、日の丸、こういうものをね、きちんと小学校、中学校で上がっていたこと一度もなかったです。入学時、卒業式の時にもあったのかどうかも分かりません。そして日本の国歌、君が代、これも歌ったのかどうか、教えてもらったのかどうかも知りません。今の世代の方どうですか、小中学校、高校はじめとしてきちんと教えてもらえましたか。日本の国旗、そして日本の国歌、ちゃんと教えてもらえましたか、簡単に入ったらきちんと、私はね、そういう歴史、文化、そういうものを教えてもらうべきだと、そういう授業を取ってもらいたいと私は思います。私は、大学行って、高校も行きましたけども、教えてもらったこと、特に高校では日本の歴史、特に近現代史はほとんどね、3学期にさらっと流されて、教えてもらったこと、きちんと教えてもらったこと一つもない。私はそう思います。一番本当に大事な日清日露戦争、そしてあの大東亜戦争、なぜ戦争が起こったのか、本当にきちんと教えてもらえましたか。高校の授業できちんと日本の歴史教えてもらえましたか。私はね、ほとんどの方が教えてもらってないんじゃないか、そう思います。国会でね、よくね、騒いでおる連中、こういう人たちきちんとね、日本の歴史、文化、こういうものを教えてもらったのか、よくわかりません。マスコミでもいつもね、沖縄の方で騒いでおるね、連中がおるでしょう。支那中共の連中は、尖閣諸島、そして我々が石油を運んでもらっておるというか、運んでおる道筋に、よからぬ国が検閲して、ここの、海域は自分たちの海域やから通ったらあかんと、いつ言い出しかねないかもしれないような軍事基地を作ってるんですよ。それが支那中共じゃないですか、中国じゃないんですか。そういうことをきちんと皆さん教えてもらいましたか。日本がなぜ先の大戦を行ったのか、結局ね、経済、そしてエネルギー問題だったんじゃないですか。それをきちんと教えてもらいましたか。日本は資源のない国、そしてその当時の欧米諸国は我々日本人に対して経済的ブロックを仕掛けて、保護主義政策を仕掛けて、経済が立ち行かなくなったんじゃないですか。そして日本が仕方なく自衛の戦争の道に進んだんじゃないですか。そういうことを教えましたか。今の野党の連中はひたすらね、北朝鮮を擁護するような発言ばっかりしてませんか。やれ対話や、圧力をかけてしまったらいけない、煽ってはいけない、これで、日本人からお金を巻き上げるためだと皆さん考えないですか。いつまでも日本は弱い国で、文句さえ言っとったら金出す国やと思われてるんじゃないですか。
皆さんもね、将来ご結婚されてお子さん持つことやと思いますけども、将来の日本ね、他国にこうやってたかられる国でいいんですか。ことあるごとにね、北朝鮮からミサイルがね飛んできて、そしてシナ中共から中国からたくさんのね移民がやってきて、わー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 抑えてね、国会前でね、差別だ差別だと言われていいんですか。日本人に対するね社会保障、これものすごく比率が上がってるんですよ。先ほどの国会でもね、社会保障費非常に高い比率になってます。インフラ投資、こういうものにもうそろそろ積極的に投資していかないと、ガス、水道、電気、こういうものに関しては維持費がかかるんです。これをねやたらめったらね、社会的弱者だという人たちに金をばらまくような、これ政策でいいんですか。特に我々日本第一党が言っておる外国人に対する生活保護、これおかしいと、憲法違反じゃないか、こういうことをねちゃんと学校で教えてもらって、そして自分もね、外国人に対する生活保護なんて憲法違反じゃないかってきちんと教授にね言ってほしいんですよ。憲法にはきちんと書いてありますよ。日本国民に対する憲法なんですから、それをもとにできておるのが生活保護、生活保護法なんです。なんで外国人に対して生活保護を与えないといけないの、そういうような質問を私は教授に言ってほしいんです。こういうことを言っている政党ってどっかありますか。外国人の生活保護ってあれなんじゃないですか。働けるにもかかわらず働いていない人が生活保護をもらって不正受給してるんじゃないですか。そういうふうに教授に訴えてほしいんですよ。ね、なんで野党の連中はね、これ自衛隊ダメなの、武器備えたらダメなんですか。アメリカもドイツもフランスもみんな合気してるじゃないですか。そういうふうな質問を授業中にしてほしいんですよ。皆さんがせっかく大学に入られたならば、そういう矛盾的な質問を皆さんしてもらいたい、ね、そう思います、ね、いろいろお話ありますけどもね、パチンコの話もそうですよ。パチンコもギャンブルじゃないですか。教授に言ってほしい。なぜなんですかこれ。なぜ日本の、ね、国会議員はパチンコはギャンブルですか、やめましょうと言わないんですか。そういう質問を私は関大の教授にしてもらいたい、そして立派な社会人になってもらいたいと私は思います、ね、今日はねご留学本当におめでとうございます。私のね内戦からね、これからの社会にどうなったらいいのか、ね、政治に対してもっと興味を持ってもらいたいと私は思います。それでは、お伺いして申し訳ございませんでしたが、これで終わらせていただきます。
大学ね、ご入学された皆さん、そしてね、ご家族の皆さんね、おめでとうございます。私はですね、日本第一党の小林と申します。しばしこの時間をね、この場所をお借りしてですね、ちょっとね、皆さんにいろいろお伝えかけ、ね、したいことがございますので、ちょっとね、街頭宣伝の方をやらさせてもらいます。なんでですね、まあ、皆さんこれから4年間大学でね、いろんなことを勉強されることと思います。そんな中でもですね、おそらく専門的なことを、ね、中心に学んでいかれると思います。しかしですね、社会に、ね、出た時のことというのは学校ではね、教えてくれないんですよ。学校では、ね、教えてくれないんです。小学校、中学校、高校、大学でもですね、社会人の心の中ですかね、そういったことを教えてくれないんです。街やね、政治のことなんて一切教えてくれないんですよ。多くの皆さんは18歳以上なので選挙権を持っているわけです。選挙というのはどういう仕組みなのかとか、そういったね、触りの部分だけは学校の社会科の授業等でやりますけども、じゃあ実際ね、ありがとうございます、じゃあ実際ですね、いざ選挙で投票しようとすれば、投票用紙を受け取って名前を書いて投票箱に入れるだけ、それだけの流れなんです。でも誰に入れたらいいかわからん、どこの政党がいいかわからんから選挙に行かへん、ね、日曜日友達と遊びに行きたいから選挙に行かへん。それじゃあね、この日本、高齢者のための日本になってしまうんですよ。これからの、ね、日本を担っていくのは皆さんなんですよ。で、若者がこれからの日本を担っていくんですよ。今まではですね、ご両親に育ててもらって、ね、大きくなりました。これからはご両親に奉公する番なんですよ。これ日本においても一緒です。今まではね、親の世代が日本の政治を考えて引っ張ってきてくれました。じゃあこれからの40年後50年後先の日本を考えるのは誰ですか、ね、若者の皆さんなんですよ。非常に選挙あるいは政治というのは難しいもんです。厄介なものなんですよ。でもね、関西大学に入学できるんですよ、皆さん。そこで勉強ができるんですよ。ということはね、選挙あるいは政治の問題なんてね、ちょっと考えれば皆さんやったら分かるんですよ。そしてね、これからのね、日本を引っ張っていけるように、どうすれば若者にとって有利な政策にできるのかということをね、考えていただいたんですよ。ありがとうございます、ね、はっきりしますもうね、仕事から引退された高齢者の方というのは、こんな言い方したらね、失礼かもしれませんけど、やることないんですよ。選挙が行われれば必ず行くんですよ、ね、そこで顔見せれない人にあったら、そこで老人会ができるんですよ。じゃあね、その老人の方が投票した、ね、選挙というのは、やっぱりその高齢者の方に有利な政策が通ってしまうわけですよ。どうせね、俺ぐらい私ぐらい行かんかったところで変わ、何も見たところで何も変わりはしないっていうんじゃなくてですね、少しでも自分たちがこれから住みよい日本にしていくために、住みよい地方にしていくために、選挙に投票に行ってほしいんですよ。すいませんね、発車します。ということをね、我々日本第一党訴えかけております。で、前半はですね、多くの皆さん、ね、若者の皆さん、この日本の未来をね、担っていただきたい。そしてどういった政治政党、ね、がいいのかということをね、
ご自身の頭で判断していただきたいと思います。そろそろですね、時間の方が迫ってまいりましたので、この辺にて終了したいと思います。近隣住民の方で、皆さんが見送られましても非常に騒音で騒がしくて申し訳ございませんでした。以上にて該当宣伝活動の方を終了します。ご清聴ありがとうございました。日本大使とね、山田大使の皆さん、ご入学おめでとうございます。今ね、電車待ってる間に、我々はね、日本大使と言います。日本大使と、これはね、どういう意味かって言うたら、この名の通りです。日本の国で日本人が一番優先されなければいけないと。ね、初めて、戦後初めて、タブーに切り込んだ政党です。ですからね、今、待ってはるときにスマホでね、日本大使と検索してみてください。日本大使と、ね、検索してみてくださいよ。本来ね、いかに当たり前の正しいことを言ってるかね、分かってもらいます。ただその当たり前の正しいことをね、過去、どこの政党も戦後言った政党がないんですよ。ねえ、皆さん。だから我々は聞き込んだんです。この10年前から。ですから、皆さんはね、テレビなんか見とったらバカになりますよ。ね、おじいちゃん、ひいじいちゃん、ひいばちゃんがよう言ってました。テレビ見とったらアホになるって。勉強せえへんかとに学校には感じないね。そういうね、感性でわかるんです。昔の人は。苦労してはるから。だから実際バカになったでしょ。だから、反日の、ね、プロパガンダにね、終わってしまって、もう日本を切り売りしているような状況です。これがもう少し続けば、この国は終わってしまう。それでは遅いんです。ことが起きてからでは遅い。それが起きる前に、この場の先の杖で我々が10年前に立ち上がったんです。日本第一党、一遍ね、検索して、今、電車待ってる間、見てみてください。ごくごく当たり前のことです。でもそれが、この国ではタブーなんです。北朝鮮以上の、ね、言論弾圧の国です。真実は一つ。自分で情報を得ること。パソコンを見てですよ。自分で情報を得てください。テレビみたいなね、与えられた頭の中身がお茶畑になるようなね、与えられた情報は飽きません。皆さんはとことんバカになってしまいます。もう一度言います。日本大使党です。日本大使党、一度検索してみてください。ご入学おめでとうございました。はい、行きましょう。やっぱりね、入学式、一回電車がね、来るたんびに乗って、でまた新しい帰る方だがね、やっぱりね、よう聞いてます。うん、だからまあ、画像ね、動画、見てもらったら分かる通り。で、見てください、検索してみてください、言うたらね、満たすんですよ。うん。だからね、やっぱりね、ドライオンかな、若い子、言うのはね、やっぱり素直です。うん。だから、ね、こういう素直な子らがね、本当の真実を知った日にはね、だからこれから先、うん、明るくなって、ね、小さいけど光が、見えてるような気がしますんでね。うん、しますんでね、ですから、まあ、日本第一とね、応援よろしくお願いします。改めてね、皆さん分かってあると思いますけど、大阪の方からもね、京都の方からも、出ます、ね、出るっていうか、目指します、目指すつもりがおるんでね、ぜひね、また応援のほどよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。本日のライブこれにて終了いたします。ご視聴ありがとうございました。